お菓子の取り方を説明します。はい、ではまずお菓子器を押していただきます。そして回収してる返しこのように取り出します。で、輪が手前ですね、自分の手前このようにしていきます。そしてお箸ですね、これ懐石料理も同じなんですけど、いつもお箸の取り方は上から取って、そして下で受けて、でまた、このように、お箸の持つ握り方をいたします。そして少し手を添えて、菓子器に添えて菓子を取って、もし汚れているようだったらここで、清めて、そして下から開けて植えて、こういう形の手になって、菓子器に戻していくというこのような形。